まずあです。えー、聖書おお一日一章の時間となりました。今日はこの聖書の契、えーえー、約聖書の出、えー、エジプト記の二十五章となります。えー、では出、えー、エジプト記の二十五章を見ていきます。出、えー、エジプト記の二十五章 <laughs>、えー。主はモーセに告げておせられた私に奉納物を捧げるように、えー、イスラエル人に告げよ。 すべて心から進んで捧げる人から私への法納物を受け取らなければならない。えー、彼らから受けておい法の納物は次のものである金銀青土青色紫色黄色のより糸天沼のヤギの毛ガ舐めしたお羊の皮ジュゴンの皮アカシアのアカシア材。とい素漿の油と香りの高い香のための香料 えー、エポテや胸当てにはめ込む島、メノや宝石、えー。彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と、幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すのと全く同じように作ら,作らなければならない。えー、アカシア材の箱を作らなければならない。長さは 2キュービット半幅は1キュービット半高さは1キュービット半これに人金をかぶせるそれはその内側と外側とにかぶせなければならないその周りには金の飾り縁を作る箱のために4つの金の管を鋳造しそれをその四隅の基部に取り付ける一方の側に2つの管を他の側には他,他の2つの管を取り付ける アカシア材で棒を作りそれを金でかぶせるその棒は箱を担ぐために箱の両側にある缶に通す棒は箱の缶に差し込んだままにしなければならない抜いてはならない私が与える里シをその箱に収めるまた純金のあがネの蓋を作る長さは2キュービット半幅は1キュービット半、えー、土で 土で打って作った二つの金のケルベムをアガネの蓋の両端に作る。一、えー、つのケル,ケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルベムをアガネの蓋の一部としてそれ、それの両端に作らなければならない。ケルベムは翼上の方に延べ広げ、その翼でアガネの蓋を覆うようにする。 互いに向き合って、ケルビムの顔が贖いの蓋に向かい合うようにしなければならない。その贖いの蓋を箱の上に乗せる箱の中には、私が与える聡しを納めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証しの箱の上の2つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごと,と,ごとくあなたに語ろう。 机を貸し屋材で作らなければならない長さは2キュービット幅は1キュービット高さは1キュービット半これを純金でかぶせその周りに金の飾り縁を作りその周りに手幅の枠を作りその枠の周りに金の飾り縁を作るその机のために金の缶を4個作りその四隅の4本の足のところにその缶を取り付ける 缶は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとしなければならない。棒を明カシ材で作り、これに金をかぶせ、それを持って机を担ぐ。注ぎのさぎ物を注ぐための木、皿や筆し瓶や水差しを作る。これらは純金で作られなければならない。机の上に備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。 また純金の宿題を作るその宿題は土で打って作らなければならないそれには台座と支柱と額と節と花弁がなければならない6つの枝をその脇からすなわち宿題の3つの枝を1本の脇から宿題の他の3つの枝を他の脇から出す1本の枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額 また他方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額をつける。食材から出る6つの枝を皆そのようにする。る食材の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの額をつける。それから出る1つの枝の下には1つの節。それから出る次の1つの枝の下には1つの節。 それから出る次の1つの枝の下に1つの節このように6つの枝が植代から出ていることになるこれらの節と枝とは植代と一体にしその全体は1つの純金を打って作らなければならないそれに火皿を7つ作る火皿を上げてその前方を照らすようにするその新切りバサミも新取り皿も純金である純金 一タラントで食材とこれらのすべての用具を作らなければならないよく注意してあなたが山で示される方通りに作れ <laughs> はい感謝いたします、えー、必須エジプト記の25章でした、えー、この聖書の御言葉をあなたの心に魂にこの聖書をあなたのもとに、えー、マスターとの聖書を一日一生でした このマスアートのこ YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の聖書一日一緒。失、え、礼、ー、時を解で、えー、お会いいたしましょう。マスアートでした。主役のパッションプロジュール。シャロム、シャロム、シャロム。